キャノンイーグルスの宇佐見和彦です。ポジションはロックです高校からラグビーを始めたんですけど、高校は西条高校という愛媛の学校で、えっと、15人はいなくて、少人数の学校でいつも合同チームでやってました。で、大学には、えーま、体で取ってもらったと思うんですけど、リズム館大学に入ることができて、えー、4年間頑張って、 えといろんなチームに誘われたんですけど、えー、この素晴らしい環境と、えー、熱いチームということでこのキャノンイーグルスへの入団を決めましたやっぱりすごくいい環境でラグビーをやらせてもらってるなという実感が今はすごく湧いていますやっぱり若くてあのエネルギッシュというか とてもラグビーがやりやすい環境だと思います。自分の強みは、えっと、この身長を生かしたラインアウトなんですけど特にラインアウトディフェンスが自分の中では得意なので、えっと、そのラインアウトディフェンスを認められたらいたいと思います。レ、えっと、レギュラーーにななることはもちろんなんんん、ですけど、ど、え、ど、ー、体をを張ったプレーをどんどん やっていいきたいんですけど、その中でも僕は数値にこだわっていきたいと思っていて、えー、まずはタックル成功率をどんどん上げていくこと、そしてプレー,のプレーへの参加の,その確率をどんどん上げていくことをどんどん、えー、上げていきたいと思います。エイーグルサポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。今年はどどどどんどんんどん体を張って チームの勝利のために、えー、貢献したいと思います、えー、応援よろしくお願いします